はい、今日はですね、ちょっと日本三景松島の穴場スポット紹介してみようかなと思います。まあ、松島の、まあ、観光客で賑わっているこう中心のところからちょっと外れたところにですね、お島という、まあ、島ですねがありまして、赤い橋、この前渡ってきたような福浦橋みたいな赤い橋、まあ、渡月橋があるんですけど、ちょっと短いんですけどね、まあ、そこを渡っていくような感じなんですけれども、まあ、あの松島の中ではあまり目立たない穴場スポットになってます。今日はですね、そこを目指してドライブ行ってみようと思います。で、まあ、ここは、まあ、以前あの福浦島、福浦橋に行った時に、まあ、N1 でね、行った時にスタートしたところと同じですね。西行戻しの松公園、今日もここからスタートしていきます。まあ、もう松島なんで、まあ、ずっと下降りたらすぐなんですけど、今日はこの前行ったところとは逆の方向ですね。で、まあ、オスの島と書いてお島です。お島じゃないですよね、多分ね、お島で合ってると思うんですけど、砂浜があるので、まあ、そっちの方になります。まあ、あまり目立たないところなんで、いつも観光客の方は少なめです。ただ、まあ、国道45号線から見えると思いますね、浜のところ通って。で、まあ、そのお島なんですけれども、松島の歴史に深く関わっているスポットということで、まあ、かなり歴史のある場所ですね。実は僕はほとんど行ったことがないので、まあ、今日動画にしてみようかなということで、まあ、なかなか行く機会がないので動画ネタということで、ちょっと今回は行ってみようと思うんですけど、ここが松島海岸駅。前回は、福浦島行った時は左折しましたけれども、今日は右折。駐車場がね、こっちにあるんで、で、まっすぐそっちなんで、まあ、駐車場止めていきますね。まあ、お島のその渡月橋、よく縁切り橋って言われてて、まあ、悪い意味の縁じゃなくてですね、悪い縁を断ち切るための縁切り橋という。まあ、そういうスポットでもあるんですけど、ちょっとここに止めて行ってみますね。相変わらずここの駐車場は人が少ないですね。1台しかいないですよ。もしかしてこの車もお島に来たんでしょうか。まあ、見ての通り観光客ほとんどいないですけれども、ここから確か行けるはずですので、ちょっと行ってみようと思います。なんかちょっと面白い駐車券、あんまり見たことないかも、こういう駐車券は。宮城県の結び丸ですね。ではちょっと行ってみます。今止めてきたところ、ここですね、現在地。ここから橋渡って大島、ここまっすぐ行けるみたいです。砂浜、ちょっとした砂浜ですね。
っちかな。いや、人がいないな。それにしても、福浦島とは大違いですね。で、これが先ほど言ってた渡月橋、縁切り橋、悪い縁を断ち切る橋ですね。ということなんですが、すごいところですね。
ということで、日本三景松島の穴場スポット小島、少しだけ歩いてみました。で、ここは以前行った福浦島とは違って、入場料とかは一切かかりません。ただお店とかも一切ないですね。で、平安鎌倉時代、お島はかつて修行の場だったということでですね。で、さっき見てきた岩削ったような岩窟ってやつですよね。あれもともと昔108つあったみたいなんですけれども、今現在確認できるのは50個ほどということで、松島というこの地名もここの場所から生まれてるということで、ちょっと僕の動画ではね、伝えきれないぐらいたくさん歴史が詰まったスポットになってます、この小島で。やっぱりちょっと今歩いてきましたけれども、観光客の方はほとんど来てないですね。まあ2人ぐらいとすれ違いましたけれども、本当に少ないです。なんで、まあお昼ちょっと一人で来るのは少し不気味かなって思うくらいな場所なんですが、とにかく歴史が詰まったスポットになってます。まあ、もう少し詳しく知りたいという方は、ネットの方にもいろいろ載ってますので、そちらを参考にしていただいて、もし興味がある方、一度行ってみてはいかがでしょうか。松島海岸駅からすぐですね、 JR 仙石線の松島海岸駅から歩いてすぐのところにこのお島がありますので、まあ向こうのね、ちょっと賑わってるところもいいですけれども、このお島歴史たくさん詰まってますので、一度足を運んでみてはいかがでしょうか。ということで、今回は松島の穴場スポットお島行ってみた動画でした。それでは今日はこの辺で失礼します。